ザ島に着く前からもうパリピが騒いでますよ。飛行機内で普通に音楽流してワイワイやってますからね。パリピが集まる島イビザ島、もうのっけからすごい乗務員も注意しませんからね。さて、無事に入国できましたね。ただ今回は結構きっちりしてましたね。イタリア入国の時とちょっと違う感じでした。パスポートとか EU 圏から来てるので、チェックはなかったんですけど、やっぱり肝となったのはパッセンジャーロケーションフォーム、これをきちんと QR コードで出していなければカビベースではダメって言われ、ダメでしたね。まあ、私は幸い、用意してたので入れましたけど、まあ、あとはどこの国から来たのかによって空港内で分けられましたね。出るときに隔離はないと思うんですけど、もうワンクッション手続きがいる感じでした。まあね、イビザはもうクラブの発祥の地なんで、もうパリピたちがバリバリ来ますよね。まあそういうところでしょう。さて